フローレンス・ナイチンゲール、近代看護教育の母と言われるほどの功績を作り、看護とは一つの芸術であると名言を残した女性。なぜ誰もがその名を知るほどの功績を残したのか、今日はその意外な方法についてお話していきます。ゼコのとこさん、こんばんは。シアの放送部タクです。本日の伝説シリーズなんですが、ヘイヘイナースヘイナース、到着の人と仲良くなりがちで、おなじみの看護師ですね。この看護師というのを作り上げたと言われているナイチンゲールという方についてお話していこうと思います。誰でも知ってるんじゃないかなというふうに思います。詳細です。フローレンス・ナイチンゲール、1820年トスカーナ大公国にて誕生。国籍はイギリスです。親善活動で出会った貧しい人々の生活を見て、人々に奉仕する仕事がしたいと思うようになります。そして1851年、ドイツのカイゼルスベルト学園で看護を学び、ロンドンの病院に就職します。ちなみにこの当時の病院というのが、専門の知識を持った看護師は現場には必要ないというふうにされておりました。病人の方のお世話をするただの召使いと考えられていたそうです。これってね、今考えたらありえないことですが、当時はこれが普通だったんですね。そして後に彼女が各地の病院の状況などを調べ、専門知識を持った看護師の必要性を訴えたんですね。そして1854年、クリミア戦争が勃発します。この時負傷した兵士の扱いが悲惨な状況になっていると新聞で報じられ、事態を重く見た戦時大使シドニー・ハーバードが彼女に従軍を依頼します。彼女はこの時看護師として従軍を決意します。着任した彼女を待っていたのは、不衛生な状況と物資の足りていない病院でした。さらにこの時の軍医長官というのが、彼女たちのことをよく思っておらず、仕事を一切与えませんでした。しかし彼女は衛生面の管理点から、誰もやっていなかった便所掃除から始め、その結果本国のビクトリア王女が彼女たちの報告は直接自分に届けるようにと命令を出したため、その後はしっかりとした仕事ができるようになります。そして不衛生による感染症が死亡の原因の一つだと証明し改善。病院内での死亡率 42% をなんと 5% にまで低下させることに成功します。この時に彼女はクリミアの天使と呼ばれており、看護師のことを白衣の天使などと呼ぶ由来になってるんですね。ちょっと鳥肌ですよね。そして戦争が終わり帰国をしますが、彼女はその時の仲間と共に病院の状況分析から始め、数々の資料を作成、これを各種委員会に提出しました。この資料こそが彼女の名を後世まで残すことになります。なんと自分たちでかき集めた統計学を使った資料だったんですね。これによる改善は保険制度のみではなく、陸軍全体の組織改革などにもつながります。そして1859年、イギリス王立統計学会の初の女性メンバーにも選ばれることになり、後にはアメリカ統計学会の名誉メンバーにすら選ばれることになるんですね。簡単に言えば看護師としてももちろんすごい方なんですが、正確に作り上げる統計学がもっとすごかったってことですね。イギリスなんかでは別名統計学の先駆者なんても呼ばれています。その後彼女は看護学校を作り、現在の看護師養成所に近い体制を整え、37歳の時に心臓発作で倒れてからはベッドの上で本の執筆活動などを行い、90歳でその生涯に幕を閉じられたということです。はい、というわけでいかがだったでしょうか。白衣の天使ナイチンゲール、看護師としてずっと働いているというイメージだったんですが、実際はそうではなく、専門知識を持った看護師の必要性やその教育体制を整えた統計学者でもあったんですね。ちなみに今もあるナースコールとか病室に水道っていうのを取り付けたのも彼女だったそうです。すごいですよね。ぜひね、興味が湧いた方は詳しく調べてみてください。はい、というわけで今日は以上です。ヘイヘイヒカキン、ヘイヒカキン、普段の彼はみんなに腰低い、腹のいい話マルオ。